もう四段にはなれないと思った絶望の中で生まれた新戦法をご機嫌中飛車誕生秘話から続く1996年に四段昇段した近藤はご機嫌中飛車を武器に戦ってきた当時のデビュー連勝一位大記録となる十連勝で勢いに乗り竜王戦六組ランキング戦で優勝第29回 2001年度に増田構造賞を受賞する2004年度2004年4月から2005年3月は37勝8敗0822の好成績を残し勝率第1位賞と連勝賞14連勝を受賞順位戦は C 級1組に昇級 朝日オープン将棋選手権でベスト8入りと大活躍した2021年に6段昇段後公式戦150勝の規定を満たし7段に昇段している今思えば近藤が若手の時は棋士が人でいられた時代だった一人で番に向かって研究し じっくりと新戦法を育てて生きていく定石を自分の手で地道に作っていく楽しみと誇りがあった将棋ソフトが発達した今それはもうかなわない生き方だろう力戦中飛車と言われたご機嫌中飛車は戦法の優秀性が認められ0年代に大流行した定石化が進み 同時に飛車の対策も進化していく2009年に登場した超速3七銀は今も強敵として立ちはだかっている自分のご機嫌中飛車からみんなのご機嫌中飛車へ研究合戦に巻き込まれる中近藤は奨励会時代からほとんど勉強法を変えていない 今もパソコンを持っておらず、ネット中継や将棋ソフト、寄付データベースを使わないどころか、研究会もやっていない。ひたすら自分の寄付を研究し、将棋を指すのは公式戦だけだ。2014年から今年春まで関東奨励会幹事を務めた、アナログな生き方を貫く騎士の目から、 情報戦が激化する現代の将棋界や奨励会員はどう見えるのだろうか新戦法のきっかけは子供からの手紙デビューした時は各道を止める振り飛車が主流ですし島び車の藤井聡太システムも一号曲が刺されたぐらいでした言ってしまえば振り飛車が平成の耐震化を遂げる前です ご機嫌中飛車はどういう評価だったと思いますか近藤編な中飛車とバカにしていた人はいたでしょう当時は「ご機嫌中飛車」と角道を止めた三軒飛車を織り交ぜていて徐々に中飛車一本になりましたデビューからの軌跡をまとめた「ご機嫌中飛車」で行こう2013年マイナビ出版にはふとした瞬間 例えば飲み会から帰って布団に倒れようとしたときに新構想や荒手が浮かんでばに向かったとあります先手のご機嫌中飛車を研究するようになったきっかけは子供からの手紙だったとか新戦法のきっかけが手紙って聞いたことないですよ。近藤本に先手番の時は端しでパスしてあと手伝いになりましょうと。 書いたら手紙にパスにはパスされて困っていますどうしたらいいですかと書いてありました俺も困るんだよなと思ったけど何もできなかったら子供に申し訳ないじゃないそれで初手五六歩を思いついたでもプロとしては縁大将棋みたいで恥ずかしい出だしなんだ 初手は7 6歩か2 6歩が基本でしょう今はコンピューターの裏付けがあるから何でもありだけど当時は信念を持ってやるしかないんです他のプロは何でもできるから別に中飛車ができなくてもいいんだよね端に味付けしたら受けに回られて乾杯、中飛車がメジャーになったきっかけは何でしょうか 近藤谷川先生、工事球団がご機嫌中飛車で戦勝目を挙げたからじゃないかな。2002年の第43協議戦七番勝負第1局、羽生善治王位、谷川工事球団戦。谷川が大いに福井したシリーズ。あとは僕の勝率1位賞と連勝賞でしょう。周りから見たら、近藤が、 というのはあったと思うでも戦法が良かったんだ中飛車は無理攻めでも5筋を破ってしまえば相手玉に近いから食いつきやすいじゃないですかそれが僕の終盤力をカバーしてくれた2004年度2004年4月から2005年3月は2月7日の時点で32勝3敗0。 9 14そこで勝率歴代1位の記録を持つ中原誠16世名人1967年度の8割5分4厘で47勝8敗に勝ちます次戦は安養寺高校4段現7段に敗れて8割6分8厘で対戦したのが谷川清でした残念ながら この将棋は攻め急ぎがは着になりました。今度を読んでいるのは手じゃない。将棋盤じゃなくて。谷川先生を見ているんですよ。17世名人を相手に普通の手でいけるかよ。高速の寄せでいきなりやられるかもしれない。そう思って端に味付けしたら。受けに回られて乾杯。 谷川先生が受けるとは思ってもいなかった。お前は実力の割に恵まれているよ。相手のイメージや信用で読みが組み立てられていくのは人間同士の勝負ならではです。今度そこは自分の甘さです。人を見てやるなら将棋雑誌より他の職業が向いていたんじゃないのと言われたらねえ、かっこ笑い。 でもそれも将棋の面白さだと思うんです僕だとふふっと現れちゃうような大役くでも羽生さんだったら相手は何かあると思って考えるでしょうそういう伏線があって焦ってポカとか出るわけだし勝率1位を取ったのは嬉しかったでも次の年は差し分けに近かった 川口先生、俊彦八段に、お前は、実力の割に恵まれているよと言われたことがあるけど、それは中飛車のおかげなんです。影響は大きく、2000年代の新エレブリ飛車党の多くが、主軸を、藤井聡太システムからご機嫌中飛車に切り替えていますね。近藤みんなが、藤井聡太さんを食いつくしちゃったっすよ。 ご機嫌畑には来なくていいよと思っていたらイナゴの大群がバーと来てしまったかっこ笑いでもファンの方が真似してくれるようになりご機嫌先生と呼んでくれるようになりました運が良かったのは超速37銀が出てくるまで10年の時間があってそういう時代に思いっきり戦えたことです 今の時代だとソフトで研究されてすぐに強力な対策が出てきちゃうだろうしそうなると活躍どころか4段になる自信もないです自分の勝った将棋を並べていい気分で臨むだけ近藤七段はプロになってから他の棋士と研究会をしたことがないそうですねさらにパソコンを持っていないそうですが 将棋ソフトや寄付データベースを使わずにどうやって研究しているんですか今度は僕は昔から変わらなくて自分の将棋を盤に並べて考えるだけですね対局が近くなったら自分の勝った将棋を並べていい気分で臨むだけなんですよスマートフォンは持っていますけどそれで ネット中継を見ることはないです。飛車の最新寄付を集めたり対戦相手が指した将棋を調べないのは珍しいです今度僕は対戦相手の性格を考えて予想した作戦と近そうな自分の将棋を並べていく研究家は以前の作戦から変えてくることが多いんですよさすがに 近藤も研究してくるだだろろううと思うんだろうね。勝負師型の人はこれで勝ったからもう一丁いってやれと同じ作戦で来ることが多いでも予想は結構外れるよかっこあい駆け引きの材料はそれぞれ違うかなり怖いと思うんですけどこれまで指してきた中飛車の蓄積があるから。 ほとんどの作戦は経験があってカバーできるんですね。近藤うまくいかないときは、久保俊明、九段。鈴木大介、九段の寄付を並べたこともあったけど、同じ中飛車でもあれは二人じゃないとさせない。なんで、久保さんはあんなにさばけちゃうんだろう。彼は踏み込みも粘りもすごいから。僕が、 くぼさんと途中まで同じように刺しても勝ちきれないそういえば彼が二冠王になって中飛車にはお世話になっていますと挨拶されたかっこ笑い鈴木くんは強引だから相手が警戒しすぎちゃって逆にパンチを食らうことが多かったんじゃないかな僕だと相手が怖がってくれないからみんなそういう刺し方をしてこない 定石でも持ち味を発揮しやすい展開はそれぞれ違うから駆け引きの材料が違ってきますしね近藤久保さんと鈴木さんはいろんな戦法を指しているから相手も絞りきれないし中飛車がダメになったら切り替えられるもんね勝負師だったら俺みたいに中飛車ばっかり刺さないよ。 フォークボール、行き回すと宣言していたら、絶対に打たれちゃうもんかっこ笑い。今はご機嫌中飛車が苦戦しているけど、女流棋士の里と香かさん、女流4巻や西山さん、ともか女流3巻がよく使っているから、今後も生き続けるでしょう。里美さんが雑誌に中飛車愛って書いていて、 感動しましまた。七段商段もみんなに抜かれちゃって田村さん康介七段に近藤さん「今の七段を数えただけでも30人に抜かれてますよ」と言われるしかっこ笑いもうちょっと頑張って奨励会幹事として子供たちに八分材料を見せたかったな奨励会幹事になるきっかけ 奨励会幹事を2014年7月から2021年3月まで務められました。奨励会幹事の仕事を教えてください。今度お事務的なことを言えば、奨励会の手合いをつける。棋戦の記録係を決める。奨励会の取材対応ですね。幹事は東西で確認。3人です。 幹事になるきっかけは何だったんですか近藤4月に前任の真田さん、計18段から名簿を見ると、近藤さんしかいないと言われたんだよね。一回立ったんだけど、また夏にお願いされちゃって、そこまで言われたら、しょうがない。なぜ断ったんですか近藤担当していた。 将棋教室と奨励会の日程が重なってしまうのもあったけど奨励会員はこれから大人になる青少年で人間形成の一番大事な時期ですよねそして全員が最後まで奨励会にいるわけじゃないいろんな思いで大会していく僕の仲間が三段リーグで行っても刺さないで去ったこともありました そういうとき、僕はきちんと何かを言えるかなと考えちゃいましたよ。将棋だけ。例えば経験やどんなことがあっても、チャンスはいつか来るからとかを話すなら簡単なんですけどね。それに自分が関わる資格があるのかなって。奨励会で将棋に全てを打ち込んでいたわけじゃない。でも、 真田さんが信用してくれたし、一生懸命やろうと引き受けました。プロになって強くなったという実感はあまりない、礼儀とかならまだしも、一人一人の顔を見て接するのは難しいですね。近藤四段になるにしろなれないにしろ、僕はみんなに生き抜いてほしいんだよね。人生、 いろいろあるじゃない。でもそれって、どうやって伝えればいいんだろう。自分自身が将棋を必死にやっても、結果が残るというほどは勝たない。2016年から2018年にかけて、お遍路に行ったこともありましたよ。88か箇所を5回ぐらいに分けて、それぞれ1週間ぐらいかな。 対局や仕事があるからバスとか電車を使うしかなかったところもあったけどずいぶんと歩きましたじゃあそれで僕が代わって何か子どもたちに伝わったかと言われると何とも言えないよね他に水泳を3年ほどコロナ禍になるまでやりましたよ高校生以来なので はじめは25メートルも大変でしたが、そのうち1日2キロは泳ぐようになりました。年間200日通って400キロ。計算すると、東海道線で東京から岐阜まで行ったことになりますかっこ笑い。水の中で童心に帰り、努力することの大切さを学びました。将棋を覚えた頃の気持ちになりましたね。 正直なところプロになって強くなったという実感はないです戦い方がうまくなったと感じた時はありましたがどんな分野でもある一定の水準に達すると成長が分かりにくいと思います奨励会員もプロの将棋に近づくにつれ前に進んでいるかわからない時期に差し掛かるでしょうね近藤今度 奨励会に入る子は藤井聡太さんの影響で親が将棋を勧めてくれますでも自分の持ち味を出せないままやめていく子もいるみんながみんな藤井聡太じゃないでしょうもっと自分に合った生き方やさし方があるんじゃないかなでも4段にならないとしょうがないから。 個性と言ってもなぁというのもわかるんですよ奨励会幹事をやった時間は宝物最新型を勉強して羽生さんや藤井聡太さんと同じ手をさせても大事なことはそれで納得できるかじゃないかな勝てばいいけど負けたときは自分の気持ちが入った手じゃないと納得できないと思う近藤奨励会員の時と比べて 今は、情報や手段はいっぱいあります。でも、情報型で何に集中したらいいのか、分かりにくい面はありそうです。最後の一年間は、コロナ禍もあり、大変な時期だったと思います。今、奨励会漢字を振り返って、どういう時間でしたか。混同法もつです。漢字をやったからこそ、 会えた子たたた子ちがたくさんいましたから四段昇段で印象に残っているのは年齢制限ギリギリで四段昇段した棋士ですね特に関東所属の井出はや平原五段杉本和洋原五段渡辺和志原四段谷合広敷原四段は 強いのはわかるけど本当になれるのかと心配だったし藤井聡太三段が四段昇段した時はどうでしたか近藤三段リーグの最終日しか会えなかったんですがその前から噂になっていたんですよ杉本さん正隆八段に藤井聡太君って有望視されているようだけど師匠から見てどうなのよと聞いたら 彼は桁違いですと言われてさ、俺らの世代で普通は弟子を褒めないから、杉本さんもどうかしちゃったんだろうと思ったら、彼の言う通りだったねかっこ笑い。最終日は1曲目で敗れたものの、競争相手にも黒星がついたので、2曲目に自力が残ったんですよね。 今度一曲目に負けた時はふわーっとぼんやりした顔つきだったからチャンスを逃したと思ったんでしょうでも奇跡的に目が残ったそういうところが勝負強い自分が負けたときに競争相手も負けることはあまりないし藤井聡太さんの時はいけくんでしょう今の彼の活躍を見たら 余計にそう思います藤井聡太さんは羽生さんのレベル池永天使五段は昨年若手棋戦の新人王戦と加古川青龍戦どちらも優勝していますからね2局目は西山源女流三冠に勝っての商段でした近藤打ち上げで藤井聡太さんにジュースを注いであげたのは覚えている。 間違えてビールじゃなくてよかったかっこ笑いそれにしても藤井聡太さんは強すぎる羽生さんのレベルなんじゃないかなだけど羽生さんはなんだかんだプロになった直後は先輩に一発をくらっていてね博士もち先生松二十九段も羽生さんに勝ったら一他のやつは弱すぎて 俺と読みが合わないから負ける羽生と郷田正高九段なら俺と読みが合うから勝てるんだと言ってました笑い1988年度の順位戦四級一組で当時54歳の博士持ちが18歳の羽生五段に勝った羽生はこの一敗が響き頭羽で昇級を逃す同年度に ハブは、対局数、勝利数、勝率、連勝の記録4部門を独占し、将棋大賞の最優秀棋士賞を史上最年少で、10勝。翌年度に、初タイトルの竜王を獲得した。人と人との将棋の面白さを伝えていけたあら、今の時代。そういうことを言ってくれる棋士はいませんかっこ笑い。良くも悪くも、 盤上も番外も個性派が消えていったのが平成将棋界なのかもしれませんね近藤奨励会に入って40年プロになって四半世紀です少年の時は昭和将棋界の温かさに支えられ四段になった時は個性が生きる時代で思いっきりさせましたそんな自分もだんだんと引退が近づいています タイトルを取るぞと思ったことはありません。でも、ふと自分は頑張ったんだろうかと自問してしまう時はあるけど、勝率1位賞があったから、まだ納得できます。1回でも1位を取れば、あの時は全騎士の中で一番頑張ったんだなと思えるから、全盛期がないと、終えられないでしょう。 今後はまだ指していない棋士と一人でも多く指して、中筆者をぶつけていきたいですね。そのうち漢字の時に入会してきたちびっこが4段になるかもしれない。今からその時が楽しみです。将棋界も AI 時代が続くと思いますが、人と人との将棋の面白さを伝えていけたら嬉しいです。それが、 今の私にできる恩返しですから写真イコール杉山秀樹文芸春秋